皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマはお金を取るか時間を取るか事業成功の早道を知っている人の選択はこれということについてお話をしていきたいと思いますお金とか時間っていう話はあのよく出てくるテーマになっていてでこれをどこのタイミングでどういうふうに扱って考えたらいいのかっていうのが 人によっては今一つよく分からず、えー、機会を逃したりとか、まあ、場合によっては失敗しちゃったりとかいろいろあるんですけれどもあのタイミングとあと内容ですねこれを知っておくとうまくいきやすいよっていうことを今日はテーマにお話をしていきたいというう思っております。それでは本題に入っていいいきたいと思まます、えー、まずお金をを取取るるかか時間を取るか っていうね話、うんとこれ答えが実はね一つではないんですけれども、事、えー、業成功の早道っていう観点から言うと時間を取った方がいいんですよ。時間を取るっていうことは優先順位として時間に価値を置いた方がいいという意味で時間を取るということです。あ <laughs> の取ると言ってこう長く時間を取るって意味じゃなくて。 でお金なのか、時間なのかっていう優先順位の取り方をするんだったら時間を取るっていう意味ですでこれは実際に具体例で挙げるとどういうことかっていうと例えばあの、まあ、コンサルティングなんていうのはすごくよく分かりやすいんですけれども自分がこういうやり方をするとうまくいくんじゃないかっていうことを思ったとするじゃないですか。 それで例えばコンサルタントをつけていなかったりとかそれを知っている知恵がある人に相談せずに自分でやるということにした場合成功確率が低い場合が多いんですよなぜならば経験値がないのに当てに行くからですうまく一発目で当たればラッキーですけれどもそうでなければ試行錯誤を繰り返さない限り本質的な答えにたどり着かない可能性が高いというのが あのーまあ、ル,ルートとしてあるわけですよ。でその時にすでに時間いっぱいかかっちゃってるよねっていうことなんですで逆に正しい答えを知りたいっていう場合にはもちろん無料で入手に入る YouTube とかいろんなものブログとかでいいこと書いてる人いますから。 そういうものをあの使いながら自分に当てはめてもいいんですけれども大概無料で手に入るものっていうのは無料の範疇なんですよ。もちろん有料級と呼ばれているものもあるし無料の内容を聞いただけでも自分にちゃんと置き換えて実践できちゃう方っていうのは、まあ、どのみちうまくいくんですけれどもそれって1割もいないんじゃないかな多分初めての授業でですよ。 1> 1レベルである可能性が高いですとするとそういう人はどうしたらいいのかって言ったら正しい答えを知っている有識者ということになってそれがコンサルタントなのか、まあ、知恵がある方なのかは別として大抵お金がかかりますそうするとそこで皆さんが考えるのはなるべくお金をきちりたいと思うわけですよ特に開業当初なんかはお金ないですからね。 だからお金がないと時間をかけて自分で検証しようとするわけですよ。ちまた、あ、に呼ばれる自己流と呼ばれている己っていう字を書いた自己っていう字ですよ己っていうね自分の字に己と書いて自己流っていうやり方になるわけですよ。だけれどもこれはさらにもう一つ裏の話を言うと。 まあ事故を起こすっていう意味の「えっていう字を書いて「自己流」っていう風なな言い方を揶揄する言い方をする方もいらっしゃいますけれどもまあ要は自分でやって失敗をすることで経験をいっぱい積みたいっていう方にはもちろんそのやり方は OK なんですけど最短最速で授業を仕上げていきたいというふうに思う方だったら。 お金よりも時間取った方がいいんですよつまり自分にお金がなかったとしても借金を背負ったとしても正しい答えを伝えてくれて実践できちゃった方がその後のリターンが大きいんですよ失う時間が少ないからここが結構理解できないまああの教師の先生とかねまあ女性が多いから要はもったいないっていう意識の方があ出ちゃうわけですよ でこれは当然ステージによって使えるお金違いますよ。例えば超有名なコンサルタントって、大企業とかを成功に導くタイプの人って、1時間300万円するっていう話を聞いたことがあります。それでも払われるのはなぜなのか、払,われ払ってもらえるのはなぜなのか、その300万円の1時間のセッションで、100億とかを儲けさせてくれるアイディアをくれるコンサルタントだからです。そんな風になるんだったら、 全然払っていいいじゃないですか100億だからそれ100%じゃないですよ確率論の問題でだとしても,もう惜しくなないいじゃないですかでそれと同様に例えば自分が今そんなにお金がないような状態だったとしてもまあ、そこそこにちゃんと相談に乗ってくれる人に聞いてもらおうというとまあ、大体3万とか5万とかしますよね1時間とか。 でそれだけの知恵をくださるっていうことは実績を見たりとか、まあ、その方が話している内容とかをチェックする必要はあるんですけれどもで信じられるというふうに思った方とめちゃめちゃ準備をちゃんとしてちゃんと1時間聞いて実践できる宿題までもらって落とし込みができたら自分で何個も何個も回り道をして。 うまくいいかない事例を積み上げて経験にはなるからいいんですよ経験にはなるんだけどそれを積み上げて成功にたどり着くまでの間に正しいルートを知って実践の方に力を入れて正しい道でやった人と稼げる金額がどれぐらいの差が出ちゃうかっていうと早いうちに分かって。 そのコツが分かった状態で稼ぐ人って多分、そのお金を払ってコンサルを受けた料金とかお金を払って知識を学びに行った企業塾とかああいうのでもいいんですけれどもその金額の回収度合いが早いんですよ、だって稼げるから。自分で試行錯誤しているうちってお金は出ていってないかもしれないけどどんどん時間が後倒しになってかつ、インパクトが小さい金額しか稼げない可能性が高いですよ。だから まあ安物買いの全牛しないっていう言葉もありますけれどもお金がもったいないと言ってお金を出さないことで自分の時間をめちゃめちゃ使うと結果としてロスが多いから稼げる稼ぎ出せるまでの時間のタイムロスがすごく多いっていうことをお金を使いたがらない人は気づいてないっていうふうに思ったりするんですよ。 あの全てのコンサルタントがいいって言ってるわけじゃないし皆さんが全員それをしろって言ってるわけじゃないんですだけど私もやっぱり初めてのインターネットビジネスっていうことを考えた時に会社員だったわけですからその思考がそもそもないわけですよねだから会社員時代から私はコンサルタントの先生についてましたし助走的にその思考の要は自営業としてやっていくマインドとか思考とかを整の た上で実際に本は、まあ、本業っていうかやめた後ねちゃんとそれでやっていくっていうことをしたんですよだからこれ準備してるんですよ私ちゃんとだから最短最速で開業と同時にほぼ満席の教室を作っているのは準備期間が8ヶ月あったからですでそれもお金を払って知識を学んで そういうのができる人たちと会話をしたりどういうふうにやっていったらいいのかっていう刺激を受けながらすでに準備をしていたからうまくいってますこれいきなり無謀にも教室作るんだは募集したあれ来ないっていうことをしてないんですよじゃあそれをして結果私はどうなってるかっていうと初月で107、80万とかが入ってきてるとあ授業をうまくやっていけそうだなっていう手応えをつかんだ上で軌道に乗せることができる でそんだけお金が入っていれば6ヶ月分預かったにしても例えば私は広告はねその当時は打ってないですけどじゃあ広告を打ってもっとあの認知度上げようとかじゃあこのお金であのった、ね、生徒さんが喜ぶようにもっと高いオーブンに買い替えようとか、まあ、中古のオーブンから私やってましたからねそういうことだってできるんですよ。だからあの結局 最初にお金を払っちゃってちゃんと回収するっていう決意において知識を学んで実践する方が結果として稼げるようになるっていうことなんですよ。で案外お金を出し渋る人って時間のロスがどれぐらいお金の稼げる金額にインパクトを与えてしまうのかっていうことを分かってない人が多くて今のケースも。 まあ8ヶ月、私は確かに学びましたよ、お金をかけて。だけれども、まあ、それだけでそういう満席の状態を作って、さらに次、次っていう手を打つことができてるんですよ、最初、うまくいってるからで。これがうまくいってない方って、次に手を打つお金すら作れない状態で、時間がどんどん過ぎて、集客はできないわ、時間は過ぎるわ、焦るわっていうことで、いいことないんですよね、全然。で、そのスタートはお金がないからが理由です。お金がないいからそういう 知識を持ってる人とも話すこともできないしとかって言うんですけどいや本気でそこをどうにかしたかったら時間を買うんですよ知識を買うだから借金してもいいんですよ返せばいいだけだからだからその時間軸の考え方と成果の出し方っていうのを理解してないといつでも残念な方向を選びます節約したつもりでこれは違うって思いますね人ととの出会いとか まあそういった正しい知識を教えてくれる人のところに自分がお金を払って指示をするっていうのはすごく特に企業当初は大事だし途中とかでも自分が行き詰まってるのであれば自分の頭でいくら考えても自分の頭で考えた結果が授業の行き詰まりを作ってるわけだから考え正しくなないっていうことになるんですよだから客観的な目が必要だから誰かに相談した方がいいっていうふうに思っているんですね。 誰に相談するかは別としてでもう一つこんなエピソードもあるのでそちらをお伝えするんですけれどもあのー、生徒さんがねあ今回うまくいかなかったっていう集客がうまくいかなかったっていう、まあ、そういう事例を言ってきて当然改善策を考えるわけですよ。 でその改善策を考える上でデータとかをねまあご本人も取ってくださってるケースもあるし改善策を考える上で私が欲しいデータっていうのがあるんですよ基本数字がありきです数字から予測を立ててどこをいじるかっていうことをやって改善案を出すのでノリとかあの勘じゃないんですよ勘ももちろん使えますよ使うんだけどベースになる数字を組み上げてから 勘を最後入れていくみたいな感じでやるので、まず数字がデータとして必要なんですよ。で、その時もその人の頭の数字の扱い方と私の頭の数字の扱い方って違い違うので着目ポイントが違うんですよ。でこない まあ面白くはないんだけど、まあ、エピソードであったのが集客うまくいきませんでした私が思うにこれとこれとこれが原因だったと思いますなぜならばこういう人数でこうであってこうでああって、まあ、理由が書いてあったんですけど私の直感ではそこじゃないっていうふうに思ったんですよそこの書いてある文章の中から答えが見えていたんですけど数字ももちろん書いてあるそのデータを見,見ながら思ったんですけど全然ずれてるんですよ本人が原因として 確定をした内容と私が原因として確定するであろう内容がすでに180度とは言わないんだけど本人こっち私のこっちっていうこの違いが出ちゃってるんですよ行く方向に対してで彼女はこういうふうな理由だからってこっちに行こうとしますねところが私はこっちの方が正しいと思ってるってことは行けば行くほどうまくいかなくなるっていう道を自分で選択してることになるんですよ これって結構怖くないですかあのー、選んでる道が正しいと思って選んで走り続けたらゴールが本当はこっちにあるのにまあこういうふうにいっちゃうことになるわけですよね遠回りすることになっちゃうこっちの方にゴールがあったらこう大回りしてそっちに行かないといけないかもしれないっていう事態に陥ってしまうんですよ自分の考えだけだこれが経験値とスキルが上がってきたら考えも多分当たります 経験値とスキルが、でそのための,あの行動をしたことによって正しい行動をして早く成功を手に入れるとあこういうやり方でいいんだっていうのが分かるけどそもそもこういうやり方でいいんだを違う方向に走り出すと当たらない方向に向かってどんどん走っていくことになるからこれ危険だから、まあ、その例で言うと私は違う数字のデータが欲しくってそこはどうなのって言ったら本人が見てないから調べてないんですよ。 で調べてもらってデータをもらって改めて確信をしてあやっぱりそういうことなんだと思ってそちらに軌道修正をしてやっぱりうまくいくいんですよだから見えている数字というデータは一緒でもそれを解析する人の経験値と知恵がないと単なる数字でしかないくってしかも読み方を間違えちゃうと違う方向に走っていっちゃうともっとうまくいかなくなるっていうことなんですよね。 だからこれはまだ私、コンサルをしているクライアントさんの話だから軌道修正できているんですよ。ところが自分の考えだけで突っ走る人って当たればうまくいくけど当たらなかったらまた軌道修正した新しい道を見つけてしかもその道また失敗する可能性があるんですよ場合によっては。だからそうすると行きたい道にたどり着くのにめちゃめちゃ時間がかかるか疲れて自分の心が折れてもうやらなくなるかとか。 そんな感じになっていってしまうんですよだからそういう時にはあのむやみやたらにお金を使えとは言わないんだけれども下手にお金を出ししぶりすぎるとうまくいく情報が手に入らないということになります本当の正しい情報っていうのは価値があるものでお金がかかるのは当たり前なんです じゃあなんで無料っていうのが出てるかっていうと例えば私今このお話を無料で喋ってるじゃないですか。皆さんに注意喚起っていうレベルでこういう事象があるからこういう考え方をしたらいいですよは伝えられるんですよ。だけれどもその人が実際にそれを受け取ってどういうふうに加工して行動計画に変えるかはその人の中にある答えでしかないんですよ。誰とも答え合わせができていないな 状態で走るわけだけどじゃあコンサルタントがつくとこう思うんですけどって言ったら違うと言われたら違うことになるんですよ同じことを聞いても答えが変わってしまう可能性があるんです自分だけの判断だとだからあの自分よがりにならないできちんと客観的に物事を判断して正しい方向に導いてくれる助言者アドバイザー っていうのは企業当初とあとリニューアルしたいときには絶対的に必要ですうまくいってるときはねまだいいですよ別にうまくいってるんだからでももう一つ言えばうまくいってるときにこそ投資ってするべきでその投資っていうのはうまくいってるからお金が出せるから高いね例えばお話を聞かせてくださるコンサルタントさんとかと話すことだってできるし習いってみたかった知識を学ぶための 塾とかそういうところに行くとかいうのでも構わないじゃないですかお金があればでそれがうまくいってる時だったら失ってもあんまり痛くないお金だから思い切って投資してリターンをもっと大きく返していくっていうこともできたりしますなのであ,のあんまりお金を節約すぎるとむしろうまくいかないっていうことも知っておいてほしいっていうのと自分の経験値が浅い自分の頭で考える方向性はほとんど間違ってると思った方が いいいぐらいです、はい、<laughs> なので、あのー、その辺りをね時間を優先した方がいいっていうのはそういう意味ですじゃあまとめていきたいと思いますお金,を取るお金を取るか時間を取るか事業成功の早道を知っている人の選択はこれそれは時間を取りますそこで借金をしてもいいから時間を早めて早く稼いでしまった方が 基本理にかなっているというふうに、いろんな人のご相談を受けるにつけて感じることではあります。はい、そんな感じでご検討してみてください。それでは。